ズハンファレノプシズシレギアナファレノプシススコリリアナ RCHB は古鳥乱属の乱の一つ。この属では大柄で美しいものの一つとされる。常緑の多年層で着生植物。葉は3から5枚あり、線浄長楕円型で長さ20から40センチメートルにもなる。表側は暗緑色の地色に海緑色の横縞模様が入り、裏面は暗視色を帯びる。 開花は、種として春。花形は球状に伸びて、長さ1メートルに達し、よく分子して30から50の花を、時にはそれ以上の数をつける。花は、順次咲いて、その開花期間は6週間にもわたる。花は、泡桃色、計6センチメートルになり、香りがある。学編は楕円型から、卵状楕円形。側学編の基部には、赤紅色の反紋がある。 川花弁は幅広いひし形。新弁は三列して、白から桃紫色で、中列弁は、卵形で先端の両側に突起があって、怒り状になる。種商名は本種を最初に導入開花させたコンシュル、シルレルの名による。フィリピンに産する。ルソン島南部の森林の高木に着生する。溶蘭として栽培される。 本属でも大型のー霊種であり、フィリピン産の卵では最も美しいものの一つとも言われる。また、後輩親としても重要で、ピンク系の花を作出する場合に重視される。辛さは監修 P517 塚本ほか、P122 塚本ほか、P122 塚本ほか、P122。ありがとうございます。